それは楽しそうですな。そうだな、僕たちは。ミチル、何か言いましたか？私は何も言ってませんぞ。おかしいですね、今確かに声が。あの、私です、エルシーさん。あ、ソフィア、どうしてそんな隅っこに。というか、いるなら最初から話に入って来いなのです。え、ごめんなさい。ですな、海最高ですな。しかし私たちは参加が難しそうなのだ。ライブも近いし、絶賛新曲制作中で、うう、もうね。私はあの、はあ、この様子じゃみんなと海は無理そうですね。何せソフィアはとーってもシャイですから。悪いですけど、またの機会に。それまでにソフィアのしつけはしっかりと済ませておきますから。はい、楽しみにしているのです。はあ、ほんとめんどくさすぎなのです。すみません。どうしたんだ、帰宅早々。ネオ様、聞いてください。ソフィアってばひどいのですよ。今日クラスメイトから海に誘われたのですが、ソフィアと来たらまともに返事もできなかったのです。おまけに誘いを断れないばかりか、イルシーにフォローまでさせて。いい加減なんとかしてほしいのです。すみません。別にいいんじゃねえか。ソフィアが度胸のねえヘナチョコ野郎なのは今に始まったことじゃねえだろ。ライブはできてるんだし、いちいち気にすんなよな、ネオ。確かにいつものことだな。ほら見ろ、ネオも大したことねえって。だが今はそれが問題だ。ネオ様、それはその、つまり。なんだよ、今更ソフィアの性根を叩き直す気になったのか。何もそこまでは言っていない。だが波動を進むと決めた以上、いつかは直視しなければならない時が来る。それが今なのかもしれないという話だ。そう、ネオ様の言う通りなのです。今後のアビスメアのためにも、ソフィアには何かしらの対処が必要。エルシーもそれが言いたかったのです。なんて、ソフィアのミジンコ度胸は筋金入り。今更何をやっても無駄でしょうけど。まあ、無駄な努力に勤しむソフィアの姿は見物でしょうし、このまま話を進めてしまうのです。そうか。ソフィア、お前はどうだ？私は、ネオ様が必要だと言うなら。決まりですね。でもな、じゃあどうするって話だろ。その点については心配いりません。エルシー、明暗を思いついたのです。今のソフィアに足りないのは度胸。度胸をつけるためには特訓をしないといけません。度胸特訓、それにふさわしい場所は、そう、海なのです。海？俺が
日本のビーチ人がたくさん不安すぎる。ダメだ、足が震えてきた。何か気持ちを落ち着けられるようなものは。ん？どうした？水着姿のネオ様、最高！照りつける太陽すら霞むほどの圧倒的存在感、まさに完璧の化身。ここ五光が見える。なんか一人で盛り上がってるな。いつものことながら猛烈に気持ち悪いのです。ソフィア、妄想はそれくらいにしてください。今日の目的はあなたの特訓なのですよ。荒波、それからそう、観光客、たくさんの観光客に揉まれることでミジンコ以下の度胸を人並みに育てる計画なのです。よく言うぜ。ただ海で遊びたかっただけじゃねえのか。そんなわけないのです。ま、どっちでもいいけどよ。せっかく海に来てるんだ、私は私でしっかりと楽しませてもらうぜ。好きにしろ。では行くぞ。改めて見るとアメリカの海とは結構雰囲気が違うんだな。だな、沖の方に浮かんでるあれとか向こうじゃ見たことねえぞ。あれは V というのです。ベロニカ、そんなことも知らないのですか？それくらい知ってるっつの。私はなんで浮かんでるのかって話をしてんだよ。そう言われてみれば一体何の意味が？遊泳可能なスペースを示す目印だと聞いたことがあるな。あんな遠くまで泳ぐ人がいるんですか？サメの被害が比較的少ないということだろうな。出なければあんなところまで泳ごうという気にはなれん。さすがネオ様、日本の海事情にも詳しいのです。いや、たまたまだ。現に今私は正体不明の謎にぶつかっている。ネオ様を悩ませる謎？一体何が？海の家だ。海の家？あそこにある建物ですね。見た感じ普通のお店に見えるのです。そのようだな。海の家というくらいだ。おそらく誰かの別荘か何かだと考えていたのだが、その割には人の出入りが多すぎですよね。パッと見はカフェっぽい気もするな。なんかパーティーでもやってんじゃねえのか？それにしては静かすぎます。音楽も聞こえてきませんし、とてもじゃないけどパーティーをやっているようには見えないのです。じゃあ何だってんだよ。人が多くて話し声がする。まさか何かの儀式とか？なわけねえだろ！わかりませんよ。もしかしたら、もしかするのかも。ベロニカ、少し様子を見てこい。はあ？なんで私が？おや、どうしました？ベロニカ。もしかして、海の家が怖いのですか？そんなわけねえだろ。上等だ。このベロニカ様にかかればこれくらい言ってやろうじゃねえか。戻ってきませんね。様子を見るだけでこんなに時間がかかるなんて。まさかベロニカの身に何か。そんな、ベロニカさん。私がどうかしたか？うわぁ！
いつの間に。いや、おばちゃんがちょっと待てば焼きたて出してくれるって言うからよ。このコーン、バターと一緒に醤油が塗ってあるんだけど、これが最高にうめえんだよ。他にも焼きそばとかソフトクリーム売ってたぜ。見た目通り完全にカフェだな、あれは。そうか、やはり別荘ではなかったか。まったく、それならそれでもうちょっと普通に戻ってこいなのです。自分がビビって待ちぼうけ食らってたからっていちいち噛みついてくるんじゃねえよ。はあ、一体何を言ってやがるのですか。エルシーはあれくらい平気なのです。その証拠にもっとすごいところを見つけて。なんだよ。すみません。でも、なんだか当初の目的からずれているような気がするなんて。確かにちょっと熱くなりすぎちまったかもしれねえな。なあ、ネオ。おう。だが、遊びはここまでだ。そろそろ本題に入るとしよう。私としたことが雰囲気に飲まれるなんて。日本の海、侮れん。で、結局行き当たりばったりの試練探しか。文句を言う暇があったら、それらしいイベントでも探してきたらどうですか。別に文句は言ってねえだろ。なんだか騒がしいな。人だかりが。何かのイベントでしょうか。見に行ってみましょう。人だかりの真ん中にスイカ？スイカ割り大会だと？何なのでしょう。エルシーにはさっぱりなのでさ。私は聞いたことあるぜ。ジャパニーズピニャータだろ。ジャパニーズピニャータ？あそこに棒持ってるやつがいるだろ。あれでスイカを叩き割るゲームだよ。もちろんただ割るだけじゃねえ。目隠しをして周りの声をヒントにスイカにたどり着く必要があるんだ。なぜそんな面倒なことを。おう。でも私たちは。わかった、参加しよう。ネオ様！試練の方から来てくれたんだ。これを逃す手はないだろ。安心しろって、私たちも一緒に参加してやるからさ。このゲームルールを知ってる私が圧倒的に有利。ネオをぶっ倒すチャンスだぜ。エルシーは遠慮するのです。当然私からだ。お前らに手本ってもんを見せてやる。見てろよ、ネオのやつ。今日こそ一泡吹かせてやる。目隠しだけじゃなく、ぐるぐる回して方向感覚を奪うのか。思ったより厳しいルールだな。けど雨、私にはこれくらいなんてことないぜ。右に一歩、まっすぐ五歩。そこだー。なんというバカ力、スイカが粉々になったのです。どんなもんだ。さすがヴェロニカといったところか。次は私の番だな。
ベロニカのおかげでルールは大体把握できた。周りの声の中から正確な情報を選び取ったら、あとはまっすぐ振り下ろすだけ。そこだ。な、あいつ初めてじゃねえのかよ。こんなものか。ネオ様、なんて美しいフォーム。何をうっとりしているのですか。次はソフィアの番なのですよ。ネオ様って、はい、私の番？みんながこっちを見てる。どうしよう。周りの声をヒントにって言っても、声が多すぎて訳が。あ、ソフィア、右だ。右へ進め。ネオ様の声、これ、あの時、私が部屋から出た時と同じだ。ネオ様の声が私を導いてくれている。ああ、ネオ様、私の希望、私の光、そこです。ああ、惜しい。失敗。残念でしたね、ソフィア。でも結構頑張っていたと思いますよ。予想通り、ソフィアってばほんとダメダメなのです。この調子でエルシーを楽しませてくださいね。何ほうけてんだよ。スイカに当てただけでも十分じゃねえか。はい、ネガティブはそれくらいにして次に行きましょう。そう気を落とさないで、次も大いに期待していますから。こちら側はあまり人がいないんだな。さすがにこんな隅っこで遊ぶようなやつは。おい、お前ら何してんだ。お前たちここで度胸試しをしているのか。勇者？どれどれ。なんだ、大した高さじゃねえな。よっと。私が勇者だなんてとんでもない。だからそんなキラキラした目で見ないで。そうですよ、このお姉さんは今から勇者になるのです。エルシーさん、ほらさっさと飛ぶのです。子供たちの夢を壊すつもりなのですか。ソフィアは本当にどうしようもないヘッポコ野郎なのです。一人でやるのが怖いなら手伝ってもらえばいいのです。例えば、そう、ネオ様とか。ネオ様なんて、ネオ様が OK するわけないのですが。はい、その方がソフィアもやる気が出るでしょ。なんなら、エルシーが頼んであげるのです。いやいやいや、そんなこと許されるはずないじゃ
ないですか。ネオ様が、あのネオ様が、私なんかのお手伝いなんて。わかった。ソフィアの補助をすればいいんだな。ほら、ネオ様も怖いって。ネオ様？本気なのですか？そのネオ様がソフィアのお手伝いをするなんて。ん？何もおかしいことではないだろう。今日はソフィアに度胸をつけさせるために来た。そのための手伝いならやってしかるべきだ。それはそうかもしれませんが。飛ぶのはここからか。上に立つと見た目以上に高さを感じるな。やっぱりネオ様から見ても高いんだ。子供たちもずっとこっち見てるし。足がガクガクしてきた。ソフィア、しっかりしろ。ネオ様の麗しい手が私の手を握っている。怯えている人間にはこうするといいとネットに書いてあったからな。あとは深呼吸がいいらしい。深く息を吸い、ゆっくりと吐き出す。できるか？はい、やってみます。どうした？何か問題でもあったか？いいえ、ネオ様に問題などあるわけがありません。問題は私。汚らわしい私がこんなにネオ様に近づいて、すみません、すみません。不敬すぎて今すぐ消えたい。いや、消えなければ。失礼します。おい、ソフィア、そっちは海だぞ。それに私の手を握ったままでは。あれ、足元、地面か。やるじゃねえか、ソフィア。ソフィア？ネオ様。これは気を失っているのか？ったく、しょうがねえ。どうして？まさかネオ様がソフィアを手伝うなんて。おまけに不格好とはいえ飛び込みも成功してる。こんなのエルシーの計画にはないのです。おい、ちょっと手貸してくれ。っておい、どこ行くんだよエルシー。行っちまった。なんなんだあいつ。浮き輪でぷかぷか、気持ちいい。はあ、ムカつく、ムカつく、ムカつく。それもこれも全部ソフィアのせいなのです。本当は失敗したソフィアをバカにして笑って、最後にほんの少しだけ励ましてやるつもりだったのに。なのにうまくいってネオ様にも褒められて。そんなのソフィアのくせにずるいのです。ずるい？エルシー、今ソフィアのことをずるいと言ったのですか？バカバカしい。こんなことを考えるなんてエルシーらしくない。まるで
ソフィアのおバカさんみたいなのです。ありえない、エルシーがソフィアをずるいと羨ましいと思うなんて。まさかそんなこと。エルシーさん。ソフィア、どうしてここに。ベロニカさんからエルシーさんの様子が少し変だと聞いて。別に変なところなんてないのです。でも。でももだってもないのです。大体ソフィアには関係ないじゃないですか。それは。でも私エルシーさんのことが心配で。心配？はい。それで、もし何かあるなら話だけでも。余計なお世話なのです。一人にしてほしいと言っているのがわからないのですか。その程度で心配してる？笑わせないでください。ちょっとうまくいってるからって調子に乗って心配、哀れみ、どちらにしても迷惑なのです。ソフィアに同情されるなんて屈辱なのです。ソフィアなんか、ソフィアなんか大嫌いなのです。あ、エルシーさん。それで、おとなしく戻ってきたのか？はい。ったく、しょうがねえやつだな。あいつの口が悪いのなんて、いつものことだろ。あたしなんて、顔を合わせるたびに、バカだの嫌いだの言われてるぜ。だから、なんつうか、そこまで気にすんなって。はい。はいって顔してなさすぎだろ。それで？え？お前はどう思ったのかって聞いてんだよ。大嫌いだって言われてショック受けて、それだけか？それは。わかりません。でも。でも、なんだよ。エルシーさん、すごく、辛そうな顔をしていました。大嫌いだって言われたのは、確かにショックですが。何よりもそれが、エルシーさんの表情の方が、気になります。じゃあ、やることは一つだな。え？でも、さっさと行けよ。手遅れになっても知らねえぞ。はい。意外だな。お前が二人の仲を取り持つとは。そんなんじゃねえよ。馬鹿にしてんのか？いや、わからないならそれでいい。はあ？どういう意味だよ。褒め言葉のつもりだったのだが、難しいものだな。おい、なんとか言えこら。無視してんじゃねえ。ソフィアなんか大嫌いなのです。大嫌いか。バカバカしくなってきたのです。そろそろみんなのところに戻…エルシーさーん。げ、ソフィア？来ないでください。エルシーは今誰とも話したくないのです。どうか話を。うぅ、あっ。
し、ソフィアから逃げようとして波に、まさか流された。こういう時はむやみに動かないのが鉄則ですよね。おとなしく救助を待ちましょう。もちろん怖くなんてないのです。これくらい平気です。一人になるくらい平気だから、お願い、体の震え早く止まって。知るわけないのです。そうですよね、すみません。どうして来たのですか。それは、どうしてでしょう。エルシーをバカにしているのですか。違います、そんなつもりはみじんも。ただエルシーさんの後ろに波が見えて、だから、その、必死で。はぁ、ほんと、災難なのです。エルシー一人ならいざ知らず、ソフィアみたいなお荷物がいるなんて。これじゃ、あちあち脱出計画も立てられないのです。そうですよね。私なんか、ネクラだし、度胸ないし、役立たずのお荷物で。ああ、本当にすみません。でも、あの時、エルシーさんの腕を掴むことができて、本当に良かったです。おかげで、エルシーさんを一人ぼっちにしないで済みましたから。はぁ？そんなこと誰も頼んでいません。うぬぼれも大概にするのです。どうして怒るんですか。私はただこういう時は一人が一番辛いんじゃないかと。うるさい。役立たずのくせに偉そうなのです。こいつ本当にムカつくのです。ムカつきすぎてさっきまでの気分が全部吹っ飛んで。あれ、そういえばいつの間にか震えが止まってる。役立たず。そんな。それでもいないよりはきっと。いや、ダメだ。私なんか獣が出た時におとりになるくらいしか。ソフィア、今何と言いましたか。私が役に立つなら獣が出た時のおとりになるしかないと。それなのです。たまにはいいことを思いつくじゃないですか。もしも怖い獣が出てきたら、身を挺してエルシーを守ってくださいね。今のは物の例えというか。そんな。じゃあさっきまでのセリフは全部口から出まかせということですか。エルシーを一人にしないでよかったと言ってくれたのも全部嘘だったと。ひどいのです。嘘じゃないです、心の底から思ってます。精一杯やらせていただきますが、 あまり期待はしないでくださいね。それでこそソフィア、頑張ってエルシーを守ってくださいね。二人でこの島を出るために。エルシーさん。はい。
そうと決まれば、まずは寝床の確保をしましょう。交代で眠れば、いくらかマシに。お？エルシー、ソフィア。あ、やっと見つけたぜ。たく、こんなとこで何やってんだよ。ベロニカ様？ベロ様、ベロニカ、どうしてここに？お前たちがなかなか戻ってこないから探しに来た。どうやって？私たち無人島にいたはずじゃ。無人島？何を言っている？もともといた場所から離れちゃいるが、普通に歩いて来られる場所だろうが。そんな、それじゃあ全部私たちの勘違い？最悪なのです。なんだよ、わけわかんねえやつだがな。それより喧嘩は終わったのか？それは何のことですか？は？エルシーたちは最初から喧嘩なんてしていないのです。はあ？いや、明らかに様子がおかしかったじゃねえか。そんなことないのです。きっとベロニカの目が節穴のせいで勘違いをしていただけなのです。なんだとこの。まあ、喧嘩してないならそれでいいか。問題がないならホテルに戻るぞ。明日は6時起床だ。その後引き続きソフィアの特訓を行う予定だが。その必要はないと思います。ほう。エルシーさん、捕まって！ソフィアもそれなりに度胸がついたようですから。え？エルシーさん、今なんて。なんでもありません。せっかく海に来たんだから遊んでいきましょうね、ネオ様。ああ、わかった。では明日は各自自由とする。帰りの時間まで好きに過ごすといい。はいはい。何がなんだかわかんねえけど、まあいいか。よっし、明日も泳ぐぞ。アビスメアのみんなで海に？はい、先日ソフィアのしつけをすると約束しましたからね。あの話本気だったのか。それでどうだ、成果のほどは？そうですね、人前に出すにはまだまだ特訓が足りないと思います。でもエルシーのしもべとしてはなかなかの働きでした。おお、あのエルシー殿が合格点を。ソフィア殿、さぞ立派な働きを見せたのでしょうな。あの勇士、みんなにも見せてあげたかったのです。迫り来る大波や巨大生物に立ち向かうソフィア、思い出しただけでも胸が熱くなるのです。なる、それはすごい。そろそろソフィア殿も投稿してくる頃合い、早く話が聞きたいですぞ。なんか盛り上がってる。教室から楽しそうな声が聞こえると思ったら、なぜ私の話を。しかもかなり話が盛られてるし、ミチルさんたちのキラキラした目、このままじゃ教室に入れない。ええ、もちろん構いませんよ。こないしんぷ。それならヒーローインタビューも必要なのでは。いいね、ドーンと2万文字インタビューなんてなかなかの目玉記事になるんじゃないか。いいですな、いいですな。
これはますますソフィア殿の投稿が楽しみですぞ。だからなんで教室に入るか迷ってる間にどんどん話が大きくなってる。特訓の成果少しは出たかと思ったのに。やっぱり